なんだか変だぞお前。いいじゃない、別に。紫、いい加減にしろよ。どうして僕の気持ちを逆なでるような言い方をするんだ。人の気持ちを逆なでてるのは。なんだって。何か考え事？いや、何でもない。イムと紫の喧嘩のことを気にしてるんでしょ。確かに二人があんな状態じゃこの大会で優勝するのは無理ね。みやびはリーダーなんだからさ、黙って見ていないで。何？待って、ここはリョーナちゃんにお任せを。はあ？あんたみたいなバカ犬に何ができるってのよ。リョーナちゃんに任せて、ワンワン。ちょっとあんた何をする気なの？リョーナ、後ろで火が燃え上がってるわよ。トラブルを解決するにはね、もっと大きなトラブルを起こすしかないと思うの。姉妹喧嘩なんて霞んじゃうくらいの。バカ、だからって会場に火をつけるやつがいるか。ほら見なさいよ、船が右に大きく曲がってるわ。ってそれはおまかせいっぱい。こっちは大かてね。どうよ、ダジャレを決めて勝ち誇ってる場合か。直ちに消火活動だ。ここは頼んだぞ。どうするんだ。どれにするの。何をするんだ。ここは頼んだ、決めてくれ。お願いします。どれどれ。こんがりと焼けましょうね。バカ犬、日焼けするには火力が強すぎんのよ。ほらほら、イムちゃんと紫ちゃんも仲良くこんがり。
うせお姉ちゃんはみやびさんとこんがりするんでしょう。そんなこと言ってる場合か。このままじゃみんな丸焦げだぞ。残り時間半分。なんとか収まったな。みんなごめん。うちのバカ犬はちゃんとしつけておくから。キョンキョン、お仕置き大好き。今すぐやってやって。そんなにお仕置きがお望みならバカ犬の丸焼きにしてやるわ。わおー。
外はこんがり、中はジューシーでお願いね。みやび、少し肌が赤くなってるよ。ほら、すぐに冷まさないと。私なら大丈夫だ。それよりも紫は大丈夫か？そうだ、紫、火傷とかしてないか？私は2番目。おい、紫ってば。怪我がないならいいんだけどさ。そう言うな。紫はただお前にもっと見てほしいだけだ。僕が紫を見てないっていうの？あいつはたった一人の妹なんだし。そうだな、お前が紫を大事に思って、しかしその思いが紫に伝わっていなきゃ、うん、思いはちゃんと言葉にしないと伝わらない。黙っていても分かってもらえるというのは愛。分かったよ、みやび。それがいい。私なんであんな態度を。どうしよう。やっちまったもんは仕方ねえ。それにあんな態度もお前の本心の一部だ。ありのまま湧いた感情を受け入れろよ。そうなのかな。私とお姉ちゃんの関係。忍びとしてはそれでいいのだ。誰ですか？慣れ合いを続けていては強くはなれん。孤立や対立を恐れぬ者こそが力を手に入れることができる。どこにいるんですか？姿を見せてください。紫、お前のことは調べさせてもらった。お前はいい。長い間心を閉ざし自分の世界に引きこもってきた。私の楽園にふさわしい女だ。楽園？私はお前の敵ではない。全てが終わった時抜く。そこです。いない。一体何が起ころうとしてるの？私怖いよ、お姉ちゃん。
なんでよ、料理ちゃん、こんなの絶対ひどすぎるよ。悪いんでしょ、リョウビさんとリョウナさん。いや、お前がいない間に二人が喧嘩を始めてな。どうしてこんなことするの？違う、お尻叩きもムチもろうそくも罵倒だってしてくれないじゃない。当たり前でしょ、お仕置きしてもあんたは喜ぶだけだから。普通に怒るだけにしたの。無視したりするとすごいな、リョウビはリョウナの嫌がるツボを心得ている。いいもん、お仕置きがないんだったらリョウナもっと悪いことしちゃうよ。そしたら優しく叱ってあげる。そんなの気持ちよくって全然気持ちよくない。それはダメね、反省するまではお仕置きはなし。なんかすごい世界だな。ああ、この二人が仲間ということに。リョウビとリョウナの二人まで喧嘩か。リョウナちゃん、行っちゃおう。これ以上は
それは一旦リョーナちゃん、リョービちゃんなんて知らない。あ、リョーナ、どこへ行くんだ。放っておいていいわよ。どう困ったな。イムたちに続いてリョービ…すまない、ミヤビ。僕がしっかりしていないばっかりに。ね、一人で会場を抜け出して…紫ちゃん、目仲直りしないと。まさか劉備さんほど。紫ちゃん、ありがとう。私とお姉ちゃんが、せめて劉奈さんと劉備さんには。もう無理だよ劉奈さん、そんなこと言ったら。それでいい。え、またあなたですか。情念がお前たちを強くする。感情がお前たちに力を与えるのだ。でも私たち本当は。ならばここで思い切り罵倒すればいい。お気配が消えた。お姉ちゃんの。へえ、紫ちゃん、急にどうしたの。罵倒すればいいって言った。うん、リョービちゃんのバカー、嘆きの貧乳スナイパー。少しは。そうだね、でもまだモヤモヤしてるかも。はい、私も。はあ、気持ちよかった。とうとうここまで勝ち抜いてきたぞ。リョーナさん。そうだね、紫ちゃん。何なんだこの気まずい空気は。紫、さっきからリョーナとばかり話をしてるな。僕に何か悪い部分があるなら謝る。欲しいもの。なんだそれは。まだしらばっくれている。リョーナ、みんなに謝罪の言葉はないの。勝手に一人でどこかに行っちゃってさ。みんな心配かけてごめんね。やけに素直じゃない。さ、じゃあほら
お尻出しなさいよ。どうしてお仕置きするの？え？あんた何を言ってるのよ。リョーナちゃん今紫ちゃんと遊んでるから。勝手にしなさい。こっちだってその方が先生。まずいな。こんな時こそリーダーとして私が何とかせねば。そんなにリョーナちゃんのお尻が叩きたいの？ならお願いしたら考えてあげる。お尻叩かせてください。そんなこと言うわけないじゃない、このバカ犬が。リョービちゃんの罵倒なんて気持ちよくないんだから。紫、まだ話はしてくれないのか？あっちゃんにもいいじゃねえか。もっと紫の気持ちを考えてやれよな、デコメガネ。ベベタは邪魔をするな。僕と紫の問題に入り込むんじゃない。ボス、ほらほら。友達は大丈夫かしら。何を怒っているのか原因だけでも教えてくれ。フリフリのついたよ。なんだ、それが欲しいのか？なら今度の誕生日にプレゼントしてあげても。いらない。どういうことなのさ。バカ犬、豚リョーナ、ド M の変態プリマ娘。私の世界とはあまりにも違いますね。キューゼ、キュア。こんな負け方。あれ、僕たち勝ったの？気づいたら試合が終わってたね。勝てばいいというものではないのだが。イムと紫、いい加減にしろ。リョービとリョーナ、お前たちもだ。姉妹といえどもいろいろと思うことはあるだろう。だからだが、戦いに私情を持ち込むのはやめろ。忘れたのか、感情に飲まれたまま戦って以前の私たちはどうなった。傷だらけで目覚めた病室で二度とあんなことは繰り返さない。そうだね、悪かったわ。みやびの言う通りよ。よし、それなら。はい。
お姉ちゃんの、この声は紫？ヨナちゃんのバカ！嘆きの貧乳スナイパー！今の声はリョーナ。違うのリョウミちゃん。会場中に妹への悪口を響かせて。お姉ちゃん、そんな、せっかく仲直りできる